いつもご覧いただきありがとうございます。今回も大谷翔平選手の最新情報をご紹介いたします。アジア人最多の本塁打記録を持つ韓国受信数が大谷。翔平に翔平がデビューした時に、私の記録を破ると確信していた。才能が違いすぎる。ロサンゼルスドジャースの大谷翔平が mlb 通算176本塁打を放って松井秀喜氏の日本人最多を更新し。 次は2年連続本塁打王に向けて期待が高まるばかりだが韓国メディアは大谷の次なる目標はアジア最多本塁打の記録を持つチュ・シンスだとしきりに強調しているチュ・シンスはマリナーズインディアンスなど16年間で MLB 通算218本塁打をマークこれがアジア人最多とされ現在も韓国のプロ野球 KBO の SSG ランダースで現役を続けるベテラン選手だそのチュ・シンスも近い将来 大谷に抜かれることを覚悟しているという韓国メディアエクスポートニュースによると当の中心数は記録というのはいつか破られるものだ私は大谷がメジャーに来た時に私の記録を破るだろうと思ったあまりにも才能が優れていると直感していたとしそのような選手が私の記録を更新する部分については本当に一つも関心がないと記録へのこだわりはないという大谷がアジア人最多を意識しているかどうかは,はともかく そのの先に超えるであろううつの記録ということいこかドジャース戦に現れたグラミー賞スターが大谷のユニフォームを着てる背番号17に大反響似合う米国の人気歌手ピンクが4日日本時間5日ドジャースタジアムで行われたドジャース対ブレイブスで始球式を務めたピンクは2019年2月にはハリウッドで殿堂入りを果たしハリウッドウォーク・オブ・フェイムにその名が刻まれた。 SNS のフォロワーが3,000万人を超える大スターは大谷翔平投手がつける背番号17のドジャースのユニフォームを身にまとって登場ファンはピンクが大谷のユニフォームを着ているねピンク背番号17のユニフォームを着てると声を寄せている3度のグラミー賞に輝いたピンクは背番号17のドジャースのユニフォームを着てグラウンドへマックス・マンシー内野手やクリス・テイラー内野手らと記念撮影を楽しむと 始球式を行った左腕から1球を投じると満面に笑みを浮かべているドジャースは公式 X 旧 Twitter にその様子の写真を投稿サタデーナイトでこのパーティーを開始したピンク立ち寄ってくれてありがとう9月15日にサマーカーニバルスタジアムツアーでドジャースタジアムであなたは戻ってきますねとつづったファンは続々反応しええー、ピンクが大谷君のユニフォームを着てる 可愛い,い、よく似合ってるおお、ピンクが「翔平さんのユニフォームを着てるのすごい」「ああだから珍しくピンクの曲流れてたんだすごいピンクじゃん」と SNS にはコメントが並んだ背番号17のユニフォームを身にまとったスターに大喜びだった大谷翔平が仕掛けたポルシェ贈呈サプライズ仕掛け人はド軍専属の美女リポーター大谷が4日日本時間5日 本拠地ブレーブス戦に2番 DH で先発出場3回に宇宙間跡へ自身6試合ぶりの8号ソロを放ち沖縄県で生まれたロバーツ監督が保持していた日本出身の選手のドジャース在籍時の最多本塁打記録を更新したこの日の試合前の取材では球団記録保持者だったロバーツ監督が昨日ギフトをもらったんだと大谷からサプライズがあったことを明かした大谷が6号ソロを放ち 記録に王手をかけた先週のワシントン DC では「大谷が記録を抜いたらポルシェをもらうのはどう?」と記者から問われた指揮官は「それはいい考えだね」「笑い」としていたがその会話を大谷が聞きつけサプライズを実行したしかしそこは大谷だった「翔平は小さなポルシェを持ってきてくれたよ」とロバーツ監督並んだ記念に本物ではなくミニカーを贈呈したのだった いたずらの仕掛け人は意外な人物だった誰のアイデアだったか聞かれた大谷はこれはワトソンさんがやったらどうかと言ってたのでと告白するとその隣からクスクスと笑い声が聞こえてきたその人物はドジャース専属の地元放送局スポーツネット LA のレポーターキルステン・ワトソンさんいつも大谷らをすぐ隣で取材する姿が日本でも話題の美女ですらりとした調子は選手にも負けない存在感だ 笑ってもらうのは好きなので何かあればまたやりたいなと思いますという大谷次に何か起きた時も仕掛け人はワトソンさんかもしれないサイ・ヤング賞受賞のレジェンドが大谷翔平に突然言及イケメンで完璧ボディファン同意もあなたがそれを言うファンからまさかのツッコミドジャース大谷翔平投手が意外な形で球団大物 OB に絶賛された4日日本時間5日 本拠地ブレイブス戦で解説を務めたオーレル・ハーシュハイザー氏がハンサムでパーフェクトボディを備えていると語ったものでファンは全く同じ気持ちだよ完全に正しいと同意している地元放送局スポーツネットロサンゼルスで解説を務めるハーシュハイザー氏は大谷が第1打席に入った際に前日3日同4日の同カードで延長10回に放った同点打に触れ誰もが大谷の自然な反応を見ましたねと語ったそして 彼は本当にハンサムな若者でパーフェクトボディを備えていると思いませんか彼が走者を返した時に自然な反応を見せてくれました彼にとっても重要なことでしたねと続けた大谷はこの一打を放った際に一塁ベース上で両腕を突き上げ雄たけびを上げていた米メディアジョムボーイメディアの野球専門アカウント「トーキンベースボールが X」旧ツイッターにこの発言シーンを投稿するとファンは続々反応 賛成知知ってた、うん、知っててたうんるそして野球がうまいんですとコメントが寄せられたまた髪も完璧だと忘れないようにしようついでに髪もパーフェクトって言ってほしかったとツッコミもあった大谷はこの試合で5打数3安打2打点6試合ぶりの8号ソロを放つなど気を吐いたハーシュハイザー氏は通算204勝でドジャースが世界一に輝いた1988年に最多勝サイ・最ヤング賞 ワールドシリーズ MVP に輝いたスーパーレジェンドはその実力だけでなく容姿にもお墨付きを与えていたオールスターに大谷とともに今永が選出される米ーシが今永翔太の救援出場を予想ベストの選手たちと肩を並べるとパフォーマンスを激勝シカゴ・カブスの今永翔太は現地時間5月1日のニューヨーク・メッツ戦で今季5勝目をマークするなど 開幕からの快進撃を続けている6度の登板を終え未だ無敗を続けており防御率は0.78と驚異的な数字をキープ3月4月での月間最優秀新人にも選出されるなどここまでの活躍は球界全体から注目を集める存在となっている今永すでに米国内ではその日本人サウスポーがさらなる栄誉を受けると予想する声も上がっているようだスポーツメディアファンネーションでは 5月4日ここまでの今永のパフォーマンスを振り返る特集記事を配信その中でアメリカでの先発登板6試合は前評判通り素晴らしいものだった今永は率直に言って誰もが期待していた以上に素晴らしい投手であると称えているまた現在まで予試球がわずか4個基本類打数も2本にとどめているなどのスタッツも紹介請球力の高さを強調し日本ではホームランに苦戦していたため メジャーリーグでホームランを許しすぎるのではないかと懸念されていたため彼の基本塁打日本は注目に値するとここまでの投球内容を表しているその上で米国内メディアブリーチャー・レポートのジョエル・ロイター氏の見解としてロイター氏は2024年シーズンのオールスターに日本人スーパースターである大谷とともに今永が選出されると予想したと綴っているさらにファンサイ・ディットも今夏の大舞台に向け チームからオールスターゲームまでに変わる可能性はあるが彼の先発での内容はゲーム中のベストの選手たちと肩を並べるものだったとサウスポーへの評価の言葉を並べた他にも現在鈴木誠也やコディベリンジャーなど多くの負傷者を抱えながらもリーグ上位につけているチームの今後を見通しており 今永がこのままのコンディションを維持しマウンドに上り続ければシカゴは他球団にとって大きな脅威になるかもしれないと論じている次回は現地5月6日のサンディエゴ・パドレス戦での予告先発が発表されており前回に続き中4日でのマウンドに上る予定となっている大谷でさえもオールスターに出場したのは4年目の2021年だった救援出場の可能性もささやかれ始めた背番号18 今永翔太の期待は高まるばかりだ。最後までご覧いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。